ビオラ演奏でもよく知られる。ボヘミアバイオリン学派の継承者として、美しい音色と気品ある歌いぶりで評価されていた。ヨゼフスークは、チェコの作曲家、ドボルザークの彦であり、同性同盟の作曲家、ヨゼフスクは祖父である。チェコ語のジョゼフの発音は、ヨゼフであるが、寛容でヨゼフとされてきたので複数の表記がある。 ボヘミアバイオリン学派の重鎮だったヤロスラフ・コチアンの秘蔵弟子として英才教育を受ける。プラハ音楽院卒業後、プラハ四重奏談の第一バイオリン奏者として音楽活動を開始する。その後も、ジェロのヨゼフ・フ,フ・フロ、ピアノのヤン・パネンカとスーク・トリオを結成するなど、室内学において活動を盛んに行う一方、ソリストとしても1959年から、 世界ツアーを行うなど名声を得た。スプラフォンを中心として録音も多く、チェコのスメタナ弦楽四重奏団と共演したモーツァルトの弦楽五重奏曲では第一ビオラを担当し、1981年度のレコードアカデミー賞を受賞するなど室内学においてはビオラ奏者としての活動でも評価を得た。2002年に現役を退き、闘病生活を送っていたが、 2011年7月6日に、亡くなった。81歳没。チェコのバイオリン奏者、ヨゼフスークさん死去朝日新聞2011年7月8日、閲覧。ありがとうございます。